皆様、アニョッスでございます。ちょっと最近落書きブームの私たち。ハマっちゃったわね。本日も、お勉強も兼ねて落書きガチャ引いてくよ。では早速。出た、いきなり絵心フル活用。絵心ある人にはわからない。座ってる人書く難しさ。それな、基本直立だぜ。いきなりはお手本写真か。なんかテレビで見たことあるような。さすがそっくり。おお、まさに落書き。じいちゃん口から光線。もともとの手はどこ行ったんだ。何でついてんだ。この落書きレベルならいけそうな気がする。ないと思います。二人とも古いわ。実際に、こうやって鳴らしているお寺が全国には。ないようです。でしょうね。血のついたバット持たせただけ。これは発想の勝利ね。後文字も書いてるね。次回落書き大会の参考に。ニトリ、次は手書きで勝負する。おお、ニトリンイケメン。これはそっくりすぎるだろ。すごい、これ元はもちろん超有名なあの方よね。うん、ブラックシップに乗ってやってきた。黒船な、ペリーさんですね。オタクチックアレンジ。これ早野氏って呼んでるけど、早野氏こいつじゃね？確かに、右に早野さん書いてるし。服とかうまいな。おお、これはレベル高すぎませんか？ルーズリーフの俺を利用して立体に。こういう手法もあるのね、勉強になります。勉強にはなるけど、書けない自信しかないぞ。うん、ちゃんと考えて書かないとこうはならないわね。これも天才ですか？洗濯機でシマウマのシマ漂白。見事に、ただの馬になりました。真ん中の回ってる感じ、こんなん書けません。うんうん、絶対悲惨になるわね。オカルトー。人間復活の儀式なり。なんか化け物に変身しそう。これ、倒れてる人の足はどこ行ったんだろう。下に文字あるし、もともとそこまでなんじゃない？あ、そうだね。ダセー T シャツ、消しゴム T シャツね。それにしても、すごい落書き技術。PC ならできそうだけど、手書きだもんな。はい、小さい時よくやりました。大体自分の落としたお金じゃないけどね。うんうん、あとお釣りのとこチェックしたり、100円見つけた時もあの感動。小さい子にとっては大金です。なんか、このレベル見ると落ち着くわ。それな。基本このガチャ落書きレベル高し。おお、巨人になったぞ。もはや原型が誰かすら不明です。これなら、見ながらなら書けるかも。絵心なくてもね、お手本見ながらだとある程度マシになります。それでは、本日最後です。ラストは芥川伊賀之助。勝手に名前つけんな。いやー、やっぱ私たちのとレベルが。ますます PC に頼るしかなさそう。そして現在、視聴者の方の落書きを募集して、紹介するのも面白いかな、なんて考えてます。また詳しいことは後日。じゃあまた明日の動画で。皆様、今回もご視聴ありがとうございました。楽しんでいただけましたか？恥ずかしいから見ないで。もしよろしければ、動画アップの励みとなります。チャンネル登録や高評価お願いします。じゃあまた次の動画で。